ミッフィーは海が大好きです。ヨットに乗ったり砂浜に座って海を眺めたり、ボール遊びをしたり、砂のお城を作ったり、たこ揚げをしたり。ある日お母さんが、ミッフィー、ピクニックに行きましょう。どこがいい？海が見えるところがいいわ。それは素敵ね。砂浜でパーティーしましょう。砂浜に大きなシートを敷いて、ビーチ用の日傘を立てれば日焼けしないわ。そうね、お友達も一緒だといいんだけど。そうしたらみんなで遊べるわ。今日はピクニックにお出かけの日です。お日様はキラキラ、お空は真っ青。お母さんは人参とキャベツとピーマンのサラダを作っています。とても美味しそう。人参とパセリのジュースも作りました。お父さんがやってきて、車の準備をしてるからね、荷物はみんなトランクに入れよう。海に着くと、アリスおばさんとアギーがいました。ボリスとバーバラもいます。ボリスとバーバラはカゴいっぱいのブルーベリーを持ってきました。アリスおばさんはビスケットとケーキの入った箱を抱えています。みんなで一緒にパーティーをしましょう。それはいい考えだね。それじゃあシートを広げてごちそうを並べよう。みんなおいしいおいしいと言いながらペロリと食べてしまいました。食事のあと紅茶を飲みながら、アリスおばさんは、みんなで一緒に楽しい歌を歌いましょう。アギーがアコーディオンを弾き始めました。波の音がだんだん大きくなってきたので、アコーディオンの音も歌声もどんどん大きくなっていきます。波がひたひたと近づいてきて、とうとうミッフィーのバケツが流されてぷかぷか。誰も気づかないで歌っていると、波がタオルまで飲み込みそう。お母さんがびっくりして、あら、どうしましょう、みんな濡れちゃうわ。アリスおばさんが急いでタオルを拾い上げました。食事が終わった後でよかったわね。みんなは笑い出しました。でもパーティーは終わってないわ。これからボール遊びしましょう。ミッフィーは海が大好きです。ヨットに乗ったり、砂浜に座って海を眺めたり、ボール遊びをしたり、砂のお城を作ったり、たこ揚げをしたり。ある日お母さんが、ミッフィー、ピクニックに行きましょう。どこがいい？海が見えるところがいいわ。それは素敵ね。砂浜でパーティーしましょう。ブルーベリーを持ってきました。ア
リスおばさんはビスケットとケーキの入った箱を抱えています。みんなで一緒にパーティーをしましょう。それはいい考えだね。それじゃあシートを広げてごちそうを並べよう。みんなおいしいおいしいと言いながらペロリと食べてしまいました。砂浜に大きなシートを敷いてビーチ用の日傘を立てれば日焼けしないわ。そうね、お友達も一緒だといいんだけど。そうしたらみんなで遊べるわ。今日はピクニックにお出かけの日です。お日様はキラキラ、お空は真っ青。お母さんは人参とキャベツとピーマンのサラダを作っています。とても美味しそう。人参とパセリのジュースも作りました。お父さんがやってきて、車の準備をしてるからね、荷物はみんなトランクに入れよう。海に着くとアリスおばさんとアギーがいました。ボリスとバーバラもいます。ボリスとバーバラはカゴいっぱいの